イメラジオ第1570回、今日は平成31年3月17日日曜日です。時刻は午後2時半、横浜港北、日曜日の午後です。2時半ともなり、日差しが強くなってきました。雲もあるんですけど、日は強いですね。春の日です。今日はスーツクリーニング店出してましたから、それを取りに行って帰ってきたら疲れたという、まあ情けない状況。ちょっと休んでイメラジオの放送です。グダグダしてちゃダメですね。この放送終わったら緑道に走りに行ってきましょう。1570回、今回はイスラエル建国取り上げます。イスラエル建国、1948年、戦後3年経った頃、イスラエルという国は今中東にありますが、まあそんな国はなかったんですよ。そして無理やり作ったのがこのイスラエル国なんですね。今はもう人口が800万人ぐらいいて、1人当たりの GDP も3万2000ドルぐらいだから日本と変わんない。私はイスラエル行ったことないし、行く気もしませんが、行けばそれなりに快適な生活、平均的にやってるんじゃないかなと考えたりします。その1948年まではなかった国が突如としてできた。そのお話をしましょう。イスラエル建国ですね。シオニズム運動についてはこの夢ラジオでこれまでいろいろお話ししてきました。ヘルツルとかドレフェス事件とか、まあ第三帝国のことをお話ししてても、どうしてもシオニズム運動というのは出てきますね。で、そのシオニズム運動、つまりユダヤ人はどこかに自分たちで集まって国を作ろうというのが結集したのがこのイスラエル建国。場所は例えばアルゼンチンとか、例えばアフリカの中部とか、果てはマダガスカル等、そんな案もあったんですが、どれも非現実的、しかもそんな場所だとユダヤ人が行きたくなかろうというわけで、歴史的にまあユダヤ人が かつていたと、そういう場所、しかもイエルサレムがありますね。ここに建国するぞ。そしてここに建国するという時、まあこの地域はイギリスの委任統治領だったわけで、イギリスからの承認も得ている、イギリスからの承認も得ているということで国づくりが始まった。バルフォア宣言というのが第一次世界大戦中にイギリス外相バルフォアによってなされ、この宣言によってユダヤ人がこの中東地域で一定の権利を戦後持つということが宣言された。一方、フセイン・マクマホン協定ですね、これによってアラブ人にも第一次世界大戦後の
独立を約束した。この辺りからこの地域での紛争が激化していたとは言えるでしょう。すなわち1948年にいきなりドドッと国ができることはありません。それ以前に徐々にユダヤ人はこの地に入植していた地、いやそれだけでなく19世紀とか18世紀にもこの地域には伝統的にユダヤ人一定数はいたのであって、まあ、ですからそれまでは別にユダヤ人とアラブ人が、まあ、パレスチナ人と言っておきましょうか、ユダヤ人とパレスチナ人がそれなりに共存していたこの地域で、あの争いが深まり、そしてシオニズム運動がここに集中するようになったのは第一次世界大戦後から、つまりバルフォア宣言あったからね。けれどアラブ側からすればそのフセイン・マクマホン協定が自分たちにはあるじゃないか、つまりこういう二枚舌の外交をやったイギリス政府が悪いといえば悪いんですが、例によってイギリスはこういう時責任を取りません。ただしですね、あの第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて、要するに戦間期においてユダヤ人がここへ来ると言ってもまああのさみだれ式に来てたわけで、ですから当然その場所にいたパレスチナ人と紛争は起きるとは言っても、まあ、小規模だったわけですが、1930年代第三帝国がドイツにできるにつれてもうそうも言ってられないと。ただし欧州に暮らしていたユダヤ人にとってやっぱ全くあの気候も違って生活習慣も違う中東っていうのはあの二の足踏むわけですね。だからドイツにいられなくなったはいいとして、でそれならばロンドンとかパリとかあるいはニューヨーク、こういうところに行けるんならそういう方が今の自分たちの生活習慣にも合う。ただしあの戦争が始まって第二次世界大戦、そしてあのユダヤ人の難民が大量に出始め、それを各国政府が受け入れ拒否していくんですね。だからこの点においては実はまああんまり他の政府もナチスを責められないとは言えるんですよ。拒否してるんですね。そして行き場のなくなったユダヤ人たちが、まあ、それならということであのこのパレスチナの地にやってくるようになった。しかもかなり大量に。もちろんこの地はさっきお話したようにイギリスの委任統治領だったわけで、イギリスが来るなということはでき、そして言ってもいたんですけれど、ただしまあそう言っても来る人は来るんですね。難民とはもう自分の出身国にはもう帰れない人たち、けれどそれでも来るなと言われて中東の地にね、それで行き場がなくなって船が沈没したというそんな事件もあったようです。しかも第二次世界大戦進展するにつれ、特にノルマンジー作戦以降からはドイツの劣勢はもうはっきりとしていて、ですからユダヤ人の間に戦後は中東の地に建国しようという動きはもう始まり、準備はされていた。だからさっきも言ったように1948年に突然ユダヤ人がどっと現れ、そして国ができたわけでなく、徐々にその準備が始まっていた。そしてユダヤ人にとってはこの中東の地域を統治しているイギリスも邪魔なんですね。マクドナルド白書という文書があって、このマクドナルド白書というのは
ユダヤ人のイギリスおよびイギリスの植民地あるいは統治領への入植を制限する、そういう白書なんですよ、このマクドナルド白書はね。で、このマクドナルド白書があることにより、ユダヤ人はナチスに押されても非常に行き場が狭くなった。ということから、ユダヤ人から見てイギリスももうほとんど敵に見えるわけですね、こうなってくると。ですから、このユダヤ人の、過激組織はあって、で、このユダヤ人の過激組織というのはもうナチス真っ青の、過激ぶりなんですよ。で、イギリスの、施設に、テロ仕掛けるわけですね。そしてもうイギリスとしては、この地域を自分とこでは統治できないと放棄しちゃったんですよ。失礼しました。戦後にね。失礼しました。このイギリス政府が自分とこはもうここ統治できない、知らないと言っちゃったわけです。もうイギリスは撤退します。権力の空白が生まれますね。こそユダヤ人、しかもずっと建国の機会を待っていたシオニストたちにとってはここそ、つまりイギリスがこの地域から手を引き、一定程度ユダヤ人の数もそれなりに増えてきた、ここで建国をするぞ。このイスラエル建国にとって最大の鍵はアメリカが承認してくれるかどうか。当時トルマン大統領、このイスラエル建国宣言からもう数時間でアメリカとしてはこの国を承認する。すごく早かった。その代わり、このトルーマンが再選するにあたってユダヤの資金が大きく流れたとも言われていますね。これはおそらく本当でしょう。今も共和党民主党問わずアメリカ大統領はイスラエルに頭上がりませんね。この時からなんですよ。このトルーマンがイスラエル国を承認し、そしてイスラエル国がトルーマン大統領の政治力を助けた。政治を助けた、要するに選挙手伝ったお金でね、ここからです。歴代アメリカ大統領はユダヤ人に「母」と頭を下げていますね。ただし、パレスチナ人、イスラエルというかユダヤ人がそこそこいるぐらいなら共存できていても、共存してたんですよ、何度も言いますが、19世紀には。けれど、ドドッと増えると話は変わって、しかも、あれと思ってるうちに国まで作ったとなれば、これは捨てておけません。国作った、やばいと。というわけで、パレスチナを応援するイスラム国ですね、エジプト、ヨルダン、イラク、シリアといったような、こういう国々がですね、もう早速このイスラエルに対して宣戦布告、建国など認めないと。これが第一次中東戦争、すなわちさっきのイスラエル建国が1948年の5月で、2ヶ月後の7月、夏から始まってますね。イスラエルなんかできたばかりで、ユダヤ人といっても着のみ着のまま来たみたいな人も多く、軍なんかもあってないようなもので、で、アラブの国は曲がりなりにもそれまで国を持っていて、そして、軍もありますから、イスラエルは建国したけどすぐに負けると、そう誰もが思ったんですよ。で、実際ぐーっと攻めていかれたんですね。攻め込まれたんです、イスラエルは。
ただし、この第一次中東戦争というのは、停戦期間というのがあるんですよ。停戦期間が。ちょっと戦争やめとこうと。そしてこの停戦の間にですね、このイスラエル側はもう短期間で武力を増強した。まあ、もちろんそこにはアメリカとか、あるいは他の、まあ、この時点で親イスラエルの国々ですね、そこからの武器が援助され、もう短期間のうちに見違えるような強い軍隊になった。そして停戦が終わって、で次また始まってみたら、今度はアラブ側劣勢、あれと、銃の撃ち方も知らないような、そんなんが立ち向かってたイスラエル軍なのに、今度は逆にすごい練度と、そして武器の質が変わってた。この第一次中東戦争は翌年1949年まで続き、とりあえずイスラエル側が勝利。この場合の勝利っていうのは、まあ、イスラエルの国をとりあえず守ったと。だこの戦争で負けてれば、もうユダヤ人はやっぱり国なんか無理だったね、国作るの無理だったね、ユダヤ人は永遠に放浪する運命なんだよね、ということだったんですが、ここでとりあえず国が守られた。そして第一次中東戦争の結果、ヨルダンという国がそのパレスチナをも併合し、ですからパレスチナというところは独立するんではなくて、ヨルダンという国の一部になりました。そして、イスラエルの方ではエルサレムの新市街の方で、旧市街の方はヨルダンが占領するということになりました。あとシナイ半島からもイスラエル軍進んでいたんですが、撤退しましたね。シナイ半島まで進んでいたけど撤退というのは、まあ頭のいい方法である程度取っといて、で戦後取りすぎだろうと言われて、じゃあ領土削りますと譲歩するときには、ちょっと多めに取っとくのがいい。まあこういう手練手管はユダヤ人得意そうですね。これでイスラエルが建国し、そして第一次中東戦争を乗り切り、この後急速なスピードで国の制度を整え、武力を増強し、もう今ではイスラエルという国をアラブ側でも半ば承認していますね。核武装もしてるようですよ。ただしイスラエルの核武装は、イスラエル側からは決してしてますとは言わないし、ただしてるんじゃないかという情報が漏れるだけ、それでいいと思ってるんでしょうね。この後第2次中東戦争、これはスエズ動乱、そして第3次第4次中東戦争と続いていきます。この戦後のイスラエルとパレスチナの争い、今も続いているんですよ。それについては夢ラジオでこれから何回も分けてフォローしていくことにしましょう。1570回、今回はイスラエル建国1948年、これを取り上げました。今太陽は雲の向こうに隠れていますね。